急ぐってばよ、みんな。ナルト、止まれ。いきなりですか。こいつは違う、イタチ。うちがイタチ。じゃあこいつがサスケ君の。久しぶりですね、カカシさん、ナルト君。この野郎、俺だけじゃなくガーラまで、お前ら、俺がぶっ潰してやる。気をつけろ、何か仕掛けてくるぞ。そろそろ一緒に来てもらうことにするよ、ナルト君。なめんじゃねえ。成長している。まだあるな。これは現実。大丈夫か、ナルト。俺ってば。あやつの現実にかかっておったのじゃ。ほら、しっかりしろ。おう。ナルト、手本を見せてやる。ダサくはないってことだ。
ナルト！わかってるってばよ！大玉打線だ！これは、奴らの術か何かね。こやつ。知ってらっしゃるんですか？うちの里の人間だ。砂の？もしかして暁のスパイだったんじゃ。まさかこやつは里を裏切るようなものではなかった。変化の術でイタチに化けてたのかな。そんなレベルの術じゃないよ。これはさっき戦ったイタチの力は間違いなく本物だった。じゃあおそらくは生贄の体を媒体に同一体を作る術ってとこじゃろう。本物はアジトで偽物は足止めってわけか。まったくいい術持ってやがるね奴ら。ここまでして時間稼ぎをするか。どうやら間違いないようじゃな。奴らは美獣を引き剥がしにかかっとる。おそらく新たな人中力を作るつもりなのじゃろう。美獣？人中力？それって何なんですか？美獣とは主覚や九尾といった王を持つ魔獣のことじゃ。九尾。美獣は莫大なチャクラの塊でな、忍海大戦記には軍事利用しようとして各国が競って手に入れようとしたものじゃ。ってそんなチャクラの塊を制御することができたんですか？結果的には制御することは誰にもできなかった。じゃが人はその力を人の手でコントロールしようとはしたのじゃ。美獣を人に封印することでな。美獣を封印された者、つまりガーラのような者を人中力と呼んだのじゃ。ナルト、どうすればその美獣を取り出せるんですか？サクラちゃん、瞬間的にでも美獣の力に釣り合うだけの封印術とかなりの時間を要する。だがそれをしてしまえば人中力は まさかそうじゃ。美獣を抜かれた人中力は相変わらず心配性だな、さくらちゃんは。心配すんなって。ガーラは俺が助けっから。私はナルト、あんたの。加賀先生、そろそろ行くってばよ。ナルト。
時間稼ぎはできた。よくやった、イタチ、貴様。簡単に言ってくれる。あんたの術の生贄になったのは、どちらも俺の部下だってのに。俺の焦点の術で、少しの間でも暁のメンバーになれたのか。二人とも、逆に感謝してもらいたいくらいだな。されたがっていた俺。俺はなんでそれを望む存在なんだろう。あいつが風影だと。あいつは死角とは表明したが完全ではない。不安定な実験体、そして失敗作。誰もが恐れ、何も期待をしない。それがガーラ。あいつはサブにとって必要ではない。俺は里に必要な存在になれたのだろうか。俺は誰かに必要とされる存在になれたのだろうか。俺は誰かとつながりを作ることはできたのだろうか。俺は存在してよかったのだろうか。俺はあいつのように。終わったな。さて、あとはここに迫っている輩だが、奴らはサソリとデイダラで始末しておけ。ただし人中力は生け捕りにしろ。他は解散だ。イタチ、キュービの人中力はどんな野郎だ。一番最初に大声で怒鳴ってくるやつがそうだ。ああ、なんだそりゃ。もっと具体的な特徴はねえのか。たちのやつ、ろくな特徴を言わずに消えやがった。しかし、一番最初に怒鳴ってくるやつか。一体どんなやつなのか、興味あるな。もう少しで奴らに追いつける。よし、急ぐってばよ。そこだ。ちょっ、そこだ。
なんでここに。いや、この感じなんかおかしいと思ったけど、こいつってば木人形だな。だったら遠慮はいらねえな。ぶっ倒してやる。はあはあ、大勝利。次行くってばよ。そこだ。チョッチョッチョッ。
そこだ。トロン。
よっと。そこだ。よっと。と。と。そろじゃな。はい、ここで最後の休憩を入れましょう。計画も練っておく必要がある。何言ってんだってばよ。ガーラが近くにいるってのに。ナルト、焦らないで。暁との戦いは万全の状態で臨むべきだ。下手にやり合って負けたら意味がない。もう休憩は十分だろ。そろそろ行くってばよ。ちょっと待ってよ。カカシよ、なぜあの小僧はタザトのガーラをあそこまで助けようとする？あいつも人中力です。それも九尾を封印された。ん？確かにナルトにとって砂隠れ自体には大した思い入れはないでしょう。しかしガーラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。どの里においても人中力を見る目は冷たいものですからね。だからこそ助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。仲間か。かつてガーラに術を使って主覚を憑依させたのは他でもないこのわしじゃ。四代目と相談して我が砂隠れを守るため里の安全のためにやったことだった。じゃがわしのしてきたことは間違いだったかもしれん。里を守るどころか里を苦しめることになってしまう。いえ、まだまだこれからですよ。間違いを犯したのであればまた正せばいいだけです。千代婆様は十分お若いですしね。そうじゃな、老いぼれのわしにもまだできることがあるかもしれんの。いることが。さあ、そろそろ行きましょう。
あいつを一人にするとどんどん先に引かねない。ああ。様子のおかしいやつだな。あ、さてはお前、木人形だな。見つけたってばよ。ほらほら、おっしゃ！
よっしゃ勝った。この調子でどんどん倒していくってばよ。そこだ。結界が仕掛けてあるな。これでは侵入することができない。どうします、海先生。それは五風結界だ。え？遅かったな、カカシ。いやいや、途中めんどくさいのに絡まれちゃってね。ナルト君、さくらさん。おし、ナルト。皆さん、一足早かったんですね。あら、そっちのおばあさんは？あ、砂の相談役の方です。さて、カカシよ、この結界はどうすれば外れる？この五風結界は、近辺に金と書かれた札を五箇所に貼り付けて結界を作ってるのよ。だから、目の前の札と他の四箇所にある札、その全てを剥がさなければ結界は外れない。なるほど。ならば。見つけた。よし、カカシよ。札は俺たちに任せろ。すぐに解除してきてやる。あ、頼む。よし、外反、青春フルパワーで行くぞ。頼んだぞ。よし、この辺りだな。時間をかけるわけにはいかない。すぐに見つけてやる。
1枚目はこれで解除できたわね。あれは、ガイ先生。なるほど。結界が外されてもトラップが発動し、敵の侵入を阻むというわけか。まさか自分自身の偽物が現れるとはな。面白い。ここは俺に任せろ。ガイ先生。おそらくは他の3枚も同じような罠が仕掛けられている。みんな気をつけろよ。はい。B、テンテン、次に行くぞ。それでは始めるか。なかなかの強さだった。さすがは俺の偽物。次の札を探さなければ。当たれ！当たれ！これで2枚目です。気をつけろ、出るぞ。今度は私の偽物ね。いいわ、こいつの相手は私がやる。テンテン、一人で大丈夫ですか？自分のことは誰よりも知ってるつもりよ。大丈夫、私は負けないから。ほらほら、ここは任せてさっさと先に行きなさい。ああ、頼んだぞ、テンテン。どっちが暗記の使い方がうまいか勝負よ。Yeah! Ha! 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 Ha!
偽物とは言っても案外やるじゃない。残すはあと2枚か。偽物ですか、リー。はい、ネジは最後の札に向かってください。頼んだぞ。行きますよ。
いつを始末するだけだな。すぐに終わらせる。札を剥ぐことには成功したようだな。よし。剥ぐな。はい。さて。ここからだな。ガラ、今行くからな。